今朝の網走港、飽和潜水の設備を持つ作業船海進が海底の捜索に向けて設備の動作確認を進めていました。海面と海底を行き来する水中エレベーターが上下していることが分かります。海進はこのあと午後4時ごろ、3人の潜水士らを乗せて現場海域に向け出航します。飽和潜水はどのような作業をするのか、現役の潜水士で飽和潜水員としても7年間活動した男性に話を聞きました。それで90メートルで作業ですね。ただやっぱり昼間でも80メートル、90メートル行くとやっぱ暗いんで、常にもう、まあ、夜間潜ってるような感じですね。暗闇で作業をするダイバー。男性によると、ダイバーのマスクにはライトがつけられていますが、視界は前方2メートルほどだけだといいます。さらに。ただ今回は船がそこに沈んでて、そこが多分柔らかい泥だと思うんで、そこを歩き回ったりとかするんで、船の周りの泥が濁って、多分だいぶ視界が悪いと思いますね。水深およそ120メートルに沈むカズワン。視界の悪さに加え、水圧は地上の13倍ほどの圧力になるといいます。これはペットボトルを用いた水圧の実験動画です。ペットボトルを水中に沈めていくと、水深5メートルで半分ほどの幅に。そのままペットボトルは変形を続け、水深25メートルではぺしゃんこになってしまいました。ちょっとやっぱ息苦しいですね。やっぱ深ければ深いほど息苦しいですね。呼吸が重くなるんで、なんていうんですかね、深呼吸とは言わないんですけど、ちょっとやっぱ肩で生きてるような感じ。何千年と、あとやっぱチームワークが本当大事なんで、チームワークが看板の中で見られると、やっぱり狭い空間を共有してるんで、すごいストレスになりますんで、何でもその言い合えるようなチームワークと、あと怪我、それだけに気をつけてほしいですね。一方、国交省は道東・道北エリアなどの救助体制を強化する方向で検討を進めていることが分かりました。1時間で到達することができない海域、これをなくするということであります。具体的には今3箇所ございまして、1つは道東、そして道北で、さらには沖縄の奄美の周辺です。これをカバーするべく、ヘリコプターあるいは機動救難士の配置といったことを進めてまいりたい。ヘリコプターで出動し、1時間以内に救助に当たる海上保安庁の機動救難士。しかし、道東・道北エリアは空白地帯になっていて、今回の事故では海保のヘリが最初に現場海域に到着するまでに3時間以上がかかりました。そこで道東の釧路航空基地に機動救難士を配置することで検討を進めています。二度と同じ悲劇を繰り返さないために、一刻も早い原因究明と再発防止策の強化が求められます。